之前呢，大家走访过，包括米兰、巴黎。那这一次呢，要回到我的主场东京，因为我之前在东京，从小学的时候到现在，已经来来回回不知道多少次了。特别是后来我在东京住了一段时间。那么这一次，我想要跟我日本的一些好朋友，时装界的好朋友们，分享在东京的时尚秘密。你好，耶！你好，你好。我现在人在东京六本木的这个 Roppongi Hills 的会场，那这一次很荣幸受到 Domolico 的邀请来参加了 Nihon Genki Project 2019日本元气计划。那这个活动非常的盛大，由里面我最崇拜的时尚设计师、时尚大师山本宽哉呢，他担任非常多的创意跟制作，特别是我手上这个 Domolico 跟他联名的这个包装呢，让我觉得非常的精彩。大家可以看到上面有非常多饱和的颜色，包括红色、蓝色、绿色、黄色，这在以前Domolico的包装里面会没有出现的。但是为什么会这样推出？因为振兴这个过去人家讲到日本的元气啊，让大家更有精神，所以你看到饱和的色彩，其实就会让大家有觉得热情充满活力。那我很喜欢里面的包装，给大家看一下。以前Domolico的包装，人家想到应该粉红色啊，比较淡雅一点，很有质感。那现在同样有质感，但是增加了元气这两个字。那特别是红色代表热情，我们知道那个保养的时候双手都要有点温度，才会把很好的这个养分渗入到肌底，所以用这个很多女生在使用的时候就会想到说，哇，我要变美，除了保养品很重要之外，颜色也会让我感觉到外在更美丽，然后那个欲望更强烈，所以从内而外都会变得更美。那像比方说呢，这一次这个瓶身上面都是以红色为主哦。那红色我们刚刚有讲到是比较热情奔放的感觉，红色呢也会让人家看到的时候觉得脉搏心跳加速，然后有温暖的味道。那温暖其实在之前大家都知道，保养的时候要让自己的双手温暖，我们在涂抹保养品的时候吸收感会更好，吸收力会更好，所以它在美上面是一脉相承的。因为我们女生看到红色的时候会觉得说，哇，这个保养品不是只让我外在变得美丽，是透过这个还可以得到心灵的喜悦跟满足，所以呢这样子我在保养的效果上一定会做得更好。除此之外呢，等一下要跟我非常崇拜的，也就是 David Bowie 的造型师山本宽哉先生见面，我真的很期待，然后有点紧张。我看过非常多的名人，但是这一次特别的紧张，很期待。大家跟着我走吧。元気プロジェクトですけど、結構盛大なイベントで、熊本と何かのつながり、そして思い出とか、もしよろしければお聞かせください。熊本はね、はい、一番最初に山形討論で、はい、それをイスタンブールの省に討論をお借りしたんですよ。はい、それで俺を言いに行った。のが縁で、山形という町と付き合うようになって、はいはいはい、それからうち の社員だった今御社 の、はい、こちら の最春館で働いてる子がまた国へ帰ったら、はい、そこで頑張ってるということが分かったりして、はい、いろんな縁で3つぐらいこう重なってやってます。さっきおっしゃった通り、今回のトモールリンクルの特別なパッケージですけど、関西さんがデザインした
特製のボトルとボックスについて、その多分トムホールリングにとっても初めてのチャレンジだと思われますので、何かそのデザインのコンセプトについてお話しいただけませんか。まずとても綺麗ですよね。はい、そうですね。色が綺麗。綺麗ですね。で、こんなにはっきりとした色を使う商品というのはないですから、はい、とても間違いなくこれは私が持ってないとそうですね。これ中はどう？中はあの赤ですね。ね。しかも元気というあの文字が入ってますので、そうですよね。初めてトモールリングルと出会いの際にあのどんな感想がお持ちでしょうか。面白い会社だと思いましたよ。すごく思いましたね。会社の中がちょっと普通じゃないよね。そうですね。行ったことがありですよ。ありますよ。ありますよね。1回ですけど。それでやってる社長やらお姉さんやら、はい、お母さんまだお会いしてないんだけど、はいはい、まあとにかく独特のコンセプトで、はい、まあ、とてもなんかこういろいろ行動的にやる会社だなと。で、前例のないことをね次々なさるんで、それが成功の秘訣かなと。ありがとうございます。もしこれからまたまだ機会がありましたら、例えばトモールリクルートさんと何かのコラボとか。ああもう喜んで、もう何人もね見てたら分かるように、エネルギー余ってますんで。そうですね。全然余ってますよ。そうですね。これは六本木は年に1回だけど、来年はこれともう一つ、もっとすごいのをやろうかと思って、はい、今。そうですね。私はね、色がないとね、はい、この空気の中に酸素がないのと一緒で、はい、苦しくなるのよ。それくらい私にとっては色がもう必要不可欠で、だから、今度のこのショーなんかも色だらけですよね、はい、そうですね、もうだらけですよ、だらけ。それで色だけじゃ足らないんで、光る、ピカピカ光るという。男性も女性も問わずみんな一緒ですよね。色が大事ですよね。ありがとうございます。はい、これがね、ロンドンの時に最初にデザインした服ですよね。何十年前ですか、大体。55年前。Thank you.